フィアット百二十八、フィアット百二十八、フィアット百二十八は、イタリアのフィアットが1969年から1985年まで生産した前輪駆動方式の小型乗用車である。エンジンと変速機を直列配置し、これらを車軸と並列にして、車体前方に横置き搭載する、小スペースな前輪駆動方式を実用化した先進的自動車であり、技術、 販売の両面で多大な成功を収めた傑作者である。フィアットの主任設計者、ダンテジアコーサによって考案されたこのレイアウトは、ジアコーサ式全輪駆動と呼ばれ、スペース効率と生産性の高さから、その後世界各国の全輪駆動車の大部分に採用されることになった。フィアットが120番台のモデルナンバーを用い始めたのは、社長がビットリオバレッから、 ジャンニア・アニエッリに交代した1966年に発表した後輪駆動セダン124からである。それまで開発コードであったティーポ124という呼び名をそのまま車種名に用いた時からのいわばフィアットの戦後第二世代シリーズにあたる系統であり、128もそのグループに属すると言える。それ以前のフィアットにおける戦後第一世代シリーズとしては、 戦前型を代替するものとして、モノコックボディを導入した一連のモデルが存在した。これら第一世代グループは、そのほとんどすべてを主任設計者、ジアコーサが手掛けており、いずれも多大な商業的成功を収めていた。小型の1100、中型の1400は、いずれも一般的なフロントエンジンリアドライブ方式を用いて手堅く設計され、 実用上十分な性能を得ている。だが、ジア交差は必ずしも保守派ではなく、コンパクトカー以下のクラスには効率性に優れたリアエンジン方式を採用する柔軟性も備えた技術者だった。したがって、より効率に優れた前輪駆動方式にも早くから目を向けていたのである。戦後の主力車種1100-103となる T-PO103 開発中の1947年に、ジアコーサは T-PO102 という1.1リッターエンジンの全輪駆動車を企画していた。すでにこの時点でエンジンを横置き配置するという着想自体はあったという。だがそのプロジェクトは全輪駆動車の技術面でネックとなる等速ジョイントの当時における信頼性とコスの問題で立ち消えになっていた。そして、 フィアットで再び全輪駆動がプロジェクトとして着目されたのは1958から1959年の計画ィ T ポ123でのことだった。1.1リッターセダンとして起案された。この車は直列3気筒エンジン縦置き配置という DKW 風のレイアウトが計画されたのみで実現しなかった。その後、 アレックイシゴニスの設計で1959年にイギリスの BMC から発表された前輪駆動車開発名アド15ミニがダンテジア交差にも大きな影響を与えることになった。イシゴニス方式と呼ばれるミニのレイアウトは実用的な4気筒エンジン車としては最初の横置き前輪駆動であり2気筒のミニカーでは横置き前輪駆動量産車の前例はあった小型化 小スペースに大きな成功を収めたもので、自ア交差にも感銘を与えた。だが、石ゴニス方式は、エンジン直下にギアボックスを配置する、2階建て式で、エンジンのオイルパンとギアボックスとが一体化した構造であった。これはエンジン周りが複雑で、開発に既存エンジンを利用する場合でも、エンジン設計、生産に大変更が生じて、コストがかかること、 またパワーユニット全体の高さが重み、最低地上高を確保することが難しいなどの欠点があった。そこで、ジア交差は、イシゴニス方式を量化する、前輪駆動方式開発のため、その弱点を克服することを起とした。ジア交差方式の予行機エンジン前輪駆動は、エンジンとギアボックスの配置は、以前のフロントエンジンリアドライブ車同様に直列に、つなぎ、 90度回転させ横置きにしたものである。そしてギアボックスの駆動力出口、アウトプットを入力、クラッチ側とし、作動装置、ディファレンシャルギアのみを下方に突出させた。ギアボックス配置が車体の一方に偏っていることから、作動装置も車体中心からオフセットした位置に置かれてしまうことになり、そこから左右輪へのドライブシャフトは左右で不当調なった。 このためスロットルのオンオフで、カジが片方に取られるトルクステアは避けられなかったが、等速ジョイントの精度向上と、スクラブ系やサスペンションジオメトリーのセッティングによって、問題を実用水準まで克服した。この配置で、ネックとなる横幅方向のスペースの制約は、ギアボックスを小型化、入出力を内部で反転させ、シャフト方向に短縮し、 エンジン補給類の取り回しも改良することでクリアた。またミニは、ラジエーターも横置き配置とし、エンジン駆動ファンのみで送風して冷却していたが、ジアコーサは縦置きエンジン車同様、前面で走行風に当たるようにラジエーターを置、OK、けし、サーモスタット作動の電動ファンを適宜駆動して、冷却促進する手法を取った。これは、スペース節原作とオーバーヒート回避策として、 極めて効果的であった。ジア交差方式の前輪駆動はミニの石後に組織と異なり、エンジン構造とギアボックス潤滑の特殊化を要さず、トータルコストを抑えることができた。この手法を採用した新しい小型車を、フィアット車は開発コード 123E4 として計画したが、前代未聞の新設計を、いきなり主力のフィアットブランドでスタートさせるのは、 危険が多いと反されたことから、まずは、系列の中堅ブランドである、アウトビアンキ車として開発がなされた。アウトビアンキブランドでの新しい前輪駆動車は、アウトビアンキプリムラとして1964年に発表された。エンジンは、ティーポ103の上級版のオフ位置、221cc を横置きに積んだ。プリムラは、技術的に一定の成功を収めた。 こうして、パイロットモデル、プリムラの開発をステップに、最も需要の多い 1100cc 及び 1200cc クラスのフィアット本流行継車種である、X1-1 プロジェクトがスタートする。従来フィアットでこのクラスを担ってきた、1100は、車体自体1953年の原設計であり、エンジンに至っては1932年の初代、バリラ以来、 連綿と改良を重ねてきた時代物のサンベアリングオフだった。この手堅いが、古さは否めない万年主力車を完全に一新するニューモデルにフィアットブランド初の全輪駆動方式が導入れることになったのである。ジア交差式レイアウトによるメリットは新たなパワーユニットを生んだ。ミニのパワーユニットはイシゴニス式レイアウトに合致して、 全高を抑えられるオフエンジンであったが、ジア講座方式による全高とコスト面の余裕は、革新的プロジェクトにふさわしい新型サイチェシー、エンジンの開発を可能にした。それに、在来型1100のオフエンジンは、基本設計があまりに西へ、また重すぎた。エンジン設計を任されたのは1955年に、フェラーリより移籍してきたアウレリオ・ランプレディであった。彼は、 フィアット入社後、オフでありながら、ダブルロッカーアームを用いて、クスフロー、多球式燃焼室仕様とした、凝った設計の直列6気筒新型ユニットを設計して、頭角を表した。このエンジンは、上級車種のフィアット2100.2300シリーズに搭載されて、非常に成功し、続いて1966年、 124のための 1197cc4 気筒オフユニットを設計。さらにそのスポーツバージョンとして 1438cc にボアアップの上 DOHC 化した。その2本のカムシャフトの駆動には当時まだ例が少なかったコグドベルトを採用したことが彼を有名にした。このユニットはその派生モデルが1990年代まで生産されたほど 完成度の優秀なエンジンであった。日本でランプレディユニットというとツインカムを指す場合が多い。ランプレディは128用エンジンにもその経験を生かし、ベルトドライブカムシャフトの最置 C5 ベアリング、カムジカダ式でボアファイ 80.5× ストローク 55.5mm の超ショートストローク型エンジンを開発した。 このエンジンは 1116cc から55馬力を発生する高回転型エンジンであった。こちらもとして有名で、イタリア本国やイギリスでは特にこちらに人気がある。128のモノコックボディのスタイルは直線基調の機能最優先かつ簡潔なもので、グラスエリアが広く明朗であり、総重量 800kg に抑制されている。 次夜交差式前輪駆動がそのパッケージングにもたらした影響は大きい。旧型の1100に比べ、約 50mm 全長が短いにもかかわらず、上位車種の124よりも長い 2448mm のホイールベースを確保した。前輪駆動のメリットを生かし、床面にはセンタートンネルやリアディファレンシャルの張り出しがなく、フラットなフロアを実現していた。 さらにコンパクトなリアサスペンション、工事もモテだって、広大な室内とラゲッジスペースを確保した128は、自動車設計の歴史上でも優れたパッケージングの代表例にしばしば挙げらる。サスペンションにおいても128は新しい試みを導入し、4輪独立喧嘩となった。先行モデルのプリムラは、フロントが横置切リーフスプリングで釣られたウィッシュボーン。 リアは縦置きハンダエンリーフスプリングによるリジットと手堅く平凡であったが128はフロントがコイルスプリングによるマクファーソンストラットへリアもショックアブソーバーによってストラットを立てながらスプリングは床下の横置きリーフスプリングで支持する独立喧嘩へと進化したトレッドも広く取られ軽量ボディと相まって優れたハンドリングを獲得した 1969年3月にデビューした128のボディタイプは最初4ドアセダン、2ドアセダン、さらに11月鳥のショーで追加となった3ドアのステーションワゴンをベースとし、1971年に排気量をアップした 1290cc のエンジンと共にクーペとラリーを追加。さらに1975年クーペの3ドアハッチバック版として 3P を 追加、1974年5月からは、その 1290cc をラインナップすべてに加え、内外装に若干の変更を加え、1985年までに350万台以上を生産する。革新的な技術を取り入れた歴史的モデルであると、同時に大衆者としても大ヒットモデルとなった。何よりも、ジア講座発案の 直列式予置機エンジン前輪駆動が世界の前輪駆動車の大勢を占めることになった史実は大変に意義深いものである。1972年のホンダシビック、1974年のフォルクスワーゲンゴルフなどが先クレーであるが、その後世界各国に出現した予置機エンジン方式の前輪駆動車のほとんどが128で確立された方式を踏襲しているのである。 日本へは、フィアットの日本総代理店であった、西欧自動車によって、1970年頃に4、ドアセダンが輸入開始されたが、あまりに質素なスタイリングや貧弱な装備が災いして、販売は不審で、1972年に西部自販が代理権を返上した際に販売は中止された。その後、フィアットの輸入権を継承したアタケ産業系列の、 ロイヤルモータースによって1974年から輸入と販売が再開された。販売されたのは米国輸出使用者がベースの4ドアセダン、2ドアセダンとクーペで 1116cc エンジンは若干でチューンされ8.5の圧縮比から49馬力となった。クーペの 1290cc は51馬力であった。その後、 昭和48年ハイガス規制に対応する形で、セダンもクーペと同じ 1290cc に変更され、車重も欧州仕様の 800kg に比べ 848kg と若干重くなっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。